はい、どうも、ヤズです。それでは、シャーロック・ホームズ、クライム&パニッシュメント、やっていきたいと思います。よろしくお願いします。それでは、続きですね。やっていきましょう。でね、もう大体わかってるんですよ。やることは。まずは、行くべきは、タブで一回見とくか。そう、この二つだね。分析と、あと、このブーツ。何をするかは、説明はいらないね。行こうか。まずは、ブーツから行く。何？行きましょう。What am I doing here? I've done nothing wrong. はいよはいよはいよ。了解了解。私の推理がね、正しければ、あの人じゃないよね。おお、吸ってるね。よし、行くぞ。まずは、キコリノリ。なぜキコリノリか。もうわかりでしょ。さあ行きませう。おいしょっとおいしょっとおいしょっと。さああるだろう、さああるだろうよ。ここですよ、ここね。えハートレイのブーツ最高。ガッシャンこと完璧だね。These boots match the footprints exactly.さあ出ましたね。また推理をしようか。当然ハートレーの足跡。うん、ピーター・キャリー違うだろ、庭師はいない。これだ。そう、繋がってくるよ。ネリガンの無実。あ、無実か。そう、私が何言ってんの。違う。これが出た、こっちが出たんだよ。バカバカ。正体不明の人物。さあ、おかしなことになってきたよね。いるにもかかわらず。あれ？これで？まだ調べられた。まあ、とりあえずは、あ、そしたらあのおばさんに追及するのか？もしかして。そうなのか。いないって言ってましたよねって。いるじゃないですかって。あれが庭師だもんね。なんで嘘ついたんだって話だよ。よいしょ。さあ教えてもらおうか、嘘をついた理由とやらを。よいしょ。動きが悪いのはご愛嬌ということで。さあライアム・ハートレイ。 Does the name Liam Hurtley mean anything to youNo, I don't know anyone by that name. Thank you, madam.嘘ついてるじゃん、だって。Who could do such a thing? My poor husband. まだ足りないのか、情報が。なに？なに？マジか。十分？ It seems that the garden was well maintained.そんなさ、船乗りのさ、成り上がりみたいな人がさ、こんな手入れちゃんとするわけないじゃないか。と思うんだけどね。今度は薬品の方に行くか。事件簿開こう。だね。だよね。あとはこれだ。分析を行う。あ、これ人物の方針ね。了解だ。さあ行こうか。ワトソン君の力を借りるか。ワトソン君、ワトソン君。A new suspect, but this one refuses to talk. This case is more interesting than I first imagined. ワンコはいる、ワンコ。ワンコ。Brave Toby, the best nose in the British Empire.鼻が見えないっていうの、その。さあ、それはいいとして、調べようか。ここだろう、調べるんだったら。よし。My archive. I can always consult with it if needed. 分析室とかあんのか、ちょっと待って。なんか、こうなホームズの部屋か。分析室。絶対あるはずだ。どこかで分析できるんだから。ちょっと待って。分析、分析。化粧台、化粧台じゃない。分析できん、あれ絶対あるはず、分析室みたいな。
ありそうだもん。だってあの液体熱してたし。だからこの実質になんかあるはずなんだと踏んだが違うのか、実質じゃないのか。実質ではない。そしたらどっちだ。待ってくれ。My archive. 違う。I can always consult it. 調べられそうなところ。こっちか。もしかして。ワトソン君の部屋じゃちゃうと思うな。ちゃうと思うね。違うな。ここじゃない。ここじゃないよな。違う。そうなると、どこかで調べられるはずなんだけどな。チェス。そりゃいいね。こっちか。ここでなんか調べる。なんか調べられそう。なんか調べる。調べられそう。めっちゃ調べられそう。あ、来た。あれ？これだ。ハートレイの手紙を回復する。さあしよう。I need to prepare a chemical agent that is capable of removing fresh ink. For this purpose, the chemicals from the flask should be combined in a certain order to perform a chain reaction. First condition, all seven reagents should be used. Second condition, orange reagent should be the third one in the sequence after the blue reagent. Third condition,Colorless reagent should be added after the orange reagent. めっちゃ難しい。ちょっと待ってくれ。これ多分ちょっとずつカットが出てくるね。待ってくれ。オレンジの後に無色は来ないといけない。3番目に。3番目にオレンジ超えてきたよね、今。あれ？嘘嘘。後で見ます。あ、そういうことか。これを取って、これさ、どっかに一時的に保管できないの？一時的に保管できないのかこれ。ちょっと待ってくれ。あれ、移動どうやってやるのこれ。移動自体はそもそもやり方わかんないんだけど。使うじゃないの。あ、入れるってこと。なるほど、そっか。乗ってますべ。First condition. All seven reagents should be 全部使うと。Second condition. Orange reagent should be the third one in the sequence after the blue reagent. Third condition.Colorless reagent should be added after the reagent. 青の次の次の次にオレンジ。ごめん、もう一回見させて、ちょっと難しい。この図を見よう。青の次の次にオレンジの主役は、オレンジの次は白じゃないといけないんだよね。分かった、分かった。了解、了解、了解、了解。ちょっと待って。あ、本当に飛ばす、飛ばすな、飛ばすな、飛ばすな。飛ばしたら多分これ、話が進んじゃうんだろうから、待って考えよう。青を入れて、でも無色を入れないといけないから、オレンジの後に無色は絶対来ないといけない。青、待ってね。青。青、緑、3番目だね。青、最初に青2つ いくのよ。で、そうすると、待って。4番目と5番目にオレンジや黒にすればいいんですよ、それで。ってことだね。青。あ、できるか？いや、でも違う。オレンジの後は白い入れないといけないからダメか。そういうわけにいかないのか。青、緑、青だ。青、緑、青にすることによって、青、難しいね。オレンジが4番目と6番目になる。そしたらその間に透明のビーカーを入れればいい。ってことだ。わかったぞ。忘れないようにこれね。まず青を入れて試薬に使うと。そして次に緑を使うと。緑を使ってこっちに入れると。で、その次に青を持っていくと。そうすることで、これで OK だね。で、次は必然的にオレンジを入れなくちゃいけない。だからオレンジを取って入れる。ただ、オレンジの次は透明なのは来ないといけないから、これを持っていく。そしてその次には、さっきの2番目に入れた青の条件が当てはまるので、オレンジを使う。そしてオレンジを入れた後には透明なのを入れなきゃいけないので、透明なのを入れると。完璧じゃないのかこれで。どうだ。Done.
来たー、ほら一発 OK じゃん、ノーカットで。はい、何を使えと。え、これどうやって使うの。え、あ、あ、なるほど。うーわ、何これ。あなたに頼まれたようにあれは厳重に隠しておいたよ。だがもう一度考えてほしい。ちょっと待って、もうつもりはない。誓って以後か。それに私たちの誓いを覚えているだろう。私は何も恥ずべきことはしていない。あなたに私は庭師に、だからあの奥さんが恋してるってことなの。違うのか。で、夫が邪魔になったから殺したとか。ってことっぽくない？あ、あ、あ、消しちゃった。ごめん。え、何を今喋った。はい。でね、今ちょっと私の方で動画を一旦カットしてね、文字が去っていっちゃった部分を一時停止して確認を取りました。そしたらね、結構興味深いことが話してありましたよ。内容としては、この一番文字の上にある、あなたに頼まれたように、あれは厳重に隠しておいたよ、というこの文言をですね、ホームズさんが面白いと。これをハートレイに言ったらどんな反応をするだろう、という、なかなか大事なこと言ってたんで。ただこれ去っていっちゃうよ。だって汚れ落としてたらさ、要するに左クリックをずっとしてるわけじゃん。ねえ。あれな？まあいいや。何あの感じ。ただまあ、そういうことなんで、ハートレイのところに行きましょう。で、おー、ごめんなさい。ちょっとごめんなさい。なんだ。もう危ない危ない。よいしょ。そしたら、はい。捕まってるところだね。まだ水が開かない。これはいろいろやっぱ紐解くべきのね、ものがあるね。さあ行こうかい。どこだったっけ、こっちだったね。この人やな。ハート。Please escort this suspect for interrogation。さあ、木こりのリーから聞こうか。Tell me, Mr. Hartley, what were you doing at Woodman's Lee? Woodman's Lee? I've never been there. 嘘だ。うん、完全な嘘。ブーツ、違う、ハートレーのブーツと一致する。The second pair of boots that you had with you when you were arrested perfectly matched the footprints found near the cabin where Peter Carey was murdered.Footprints? That's your proof? How many men have boots like mine? That doesn't make me a murderer. Now that your presence at Woodman's Lee has been proven, would you care to explain it? I don't remember. What would I be doing there anyway? またここも追求するね。これ難しいな。庭師？そうだね。Because you are the gardener at Woodman's Lee. I'm not. How did you? I observed your hands. They told me that you work with the earth. Small fragments of plants snagged to your trousers indicate that you were mowing very recently. But the most obvious clue presented itself in the bird embroidered on your handkerchief. A crested tit, if I'm not mistaken.All right, you got me. Yes, I am a gardener, and I went there to get my tools. いいね。攻めてってるよ。この感じいいね。何を隠したのか。So tell me, Mr. Hartley, what did you hide? Hide? What are you talking about? あの手紙だね。甘いよ、手紙。ハートライ手紙。I did as you asked and hid them well. Should I continue? My letter? But the ink? That's impossible. A touch of chemistry, nothing special.
Well, you're a smart one, but it's nothing. If you want to know, I was referring to my tools. It was to do with my work, see? I will check that, Mr. Hurtley. 嘘だな、嘘ついてるぞ。That's all for now. Hurtley's stories are false leads, but now I know one thing for certain. I must examine the site where the garden tools are kept at Woodman's Lee. なるほど。行きますか、そしたら。よいしょ。さあさあさあ。おもろくなってきた、おもろくなってきた。ただ、ハートレイが犯人じゃないと思う。今、私の読みとしては、奥さん。だと思うんだけどな。まあ、もちろん奥さんを殺したわけじゃないよ。ただ、奥さんが真犯人。依頼したという。そう読んでるんだがどうだろう。皆さんはどうですか？私はそう思うな。よくさ、こういうさ、小説、推理小説ものって、名前をさ、ピックアップしていって、一番多く、要するに名前が出てた人が犯人みたいなのがよくね、ちょっとしたあるあるでありますけど、どうなんでしょうね。It seems that the garden was well maintained. あれ、用具って、あれじゃないの？この中じゃないよね、用具。ここ違うと思うんだけど、一応見ただけ見るか。違うよね。あ、ここじゃないよね。Someone drank from this glass recently. これ違う、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 違う。ちゃいます、ちゃいます。こっちだね。おそらくね、荷物のね、あったよね、倉庫っぽいの。これだ、これ、これ。これっぽくね。これっぽい、すごいこれっぽい。すごい、やっぱね。Locked. まったくもう、奥さん。奥さん、あかんで、奥さん。Madam, we have information that the valuable stolen papers are hidden amongst the garden tools here at Woodman's Lee. We need to find them. Oh my. Our tools are kept inside the shed that's right behind me. Here is the key to open it. Thank you, madam. 怪しいよね、この人。すごくね、なんだろう、クールに決めてるけど怪しいな、私の中では。よし。お、新しくまた出たね。何か隠さ、いいね、こういうの。古めかしくて。おっと来たぞ。ブレイクタイム。小屋の床。木の板。合っていない板。なんだ。開ける。え？何？鍵が閉まってるな。Let us see what is in this box. お？なんだ、円に筒に錠。円筒錠？違うの、読み方違うと思う。回転して、安全な回線をやりなさいっていうことだが、結構難しくない？え？入れ替えるとかあるけど、すべて回転する。すべて。あれ？回転させる。待て。どうやればいいんだこれ。やり方がわかんないぞ。あ、あの線を合わせるのか。なるほど。これ移動ってどうやって？すべてを。あ、わかったわかったわかった。調整これ合わせるんだ、この線を。待ってください。ここにあってはいるが。あ、待って、わかった。意味がわかった。こうやって調整していくんだ。ちょっと待って。うわ、めんどくさ。これ多分あるだろ。あ、この線が見える。2箇所この線が見えるわ。待った。あった。ここ近いな。待った。もうちょい。待った。もうちょいちょっとこれ、形、あ、来た。いいじゃん。ちょっと待って。違う。これはこれでいいんだよな、多分。んで、いいのか？なんかあんま合ってない気がするな。そうだ、これもどうなってんだ？最終的には。あ、線がある。これも同じく線がある。これも線がある。繋がりがある。ちょっと待って。うわ、むずそう。これをやって、ちょっと待って。こっちも合ってんの、そういう線。そ
いやでも合いそうにない、ずれてるやっぱり。これはカットするところが出てきそうですね。多分スキップは絶対しないから、絶対しないスキップなんで。ちょっと待って、絶対これカットしなきゃいけない。来たんじゃない、来たよ、すごくない、今日なんかついてる私超すごいんだけど。こんな今カットしないでやったよ、すげえ。A bundle of letters in a woman's hand with the Carey family monogram. Hertley and Mrs. Carey were in a relationship. That is interesting. 私の読み通りだね。やっぱりそうだ。神より結ばれた男を去ること。でもね、私はね、要するにこれを書いて、なんだろう、恋愛感情に燃えたハートレイが逆上に駆られて夫を殺したっていうよりは、夫人がその気持ちを利用して殺したみたいな、なんだろう、どっかのテレビの影響を受けたのか私は。でもなんかそんな方な流れがぽい気すんだけどな、違うのか。これは夫人に突きつけるよりかは、あのハートレイに突きつける方がいいんじゃないの。突きつけられるか。Madam, I am aware of your affinity with Liam Hertley. What are you talking about? また嘘ばっかつきやがってよ。情熱的な、ハートレイって感じじゃないの。情熱的な文通。Mrs. Carey.We found your letters. My letters? I asked Liam to return them to me. I wanted to burn them. Why did Mr. Hertley put them inside the garden shed? I don't know. I wanted them back, but I couldn't see him. Not after what happened. Well, here they are. Oh, this is terrible. Terrible. Liam, how could he? After what he has done.You believe that he killed your husband? No, I do not know. I do not know. Leave me alone, please. Thank you, madam. I wonder if Wiggins has managed to find any sailors. いやでも私はね、犯人は彼じゃないと思うんだよ。違うと思うな、まだ。まだ先がある。違うと思うんだよ。そうだね、これはつながるさ。これで要するに犯人は、あ、なるほど。あれ、ハートレイの無実、ハートレイが有罪じゃなくて、ちょっと待って待って待って、ハートレイのジューディス・ケアリーへの愛情と庭師として働いていたという事実が、彼が殺人が起きた晩に木こりの、いた事実にはなるけど、害のない誘惑、正体不明の人物、ハートレイの無実、ハートレイのジューディス・ケアリーへの愛情と、彼が殺人が起きた、え、なんでそれでハートレイが無実になるんだろう。ちょっと待った、とりあえずまずハートレイのところに行こう。これは分からないぞ。泣いてる泣いてる泣いてる、泣かしちゃったちょっと待って、まだ繋がらない。なんでハートレイが無実になるんだ。私はハートレイは無実だと思ってるんですよ、思ってるんですけど、なんでここでいきなり無実って言ってるんだ。ちょっととりあえずハートレイに話を聞きに行こう。
彼にまず話を聞かないことには当然こっち。さあ、まだでもね、推理はねできそうだね、雰囲気的に。けど今はしない。まだやるべきことは残ってる。I wonder if Wiggins has managed to find any sailors。ウィギンズのとこ行けってことでしょ。ちょっと待ちなさいよ。その前に私は気になってるんだよ。ハートレーが無実だということの証明がまだできていないはず。とりあえずウィギンズの話しく。I'm not saying another word。 本当に。ちょっともう一回。あ、待って、違う、待って、あ、行くか。ちょっと待って。ここで選べるのか。要するに絶望的な恋をしていたっていうか、これを選ぶと多分あっち行くんじゃない。例えばこれ選んだ場合ね。なるほどね、なるほどね。これも調べることによってこれが出るわけだ。しかし、そう、手紙上だけのものだったっていう判断をもししようとした場合、これはハートレーは無実。もちろん、キカリのね、キカリってなんだ、キコリのリーにいたっていうのはもちろん事実なんだけど、でも無実。私は無実だと踏んでるね。うん。力技なんで。いやいや、違う。運が良かった森投げ。何やってんの？そう、運が良かった森投げ。こうやって繋がっていくんだね。結論とか、まだ結論が出せないよ。これまだ推理できる？あ、無理か。もう一個ちょっと推理できたらいいんだけど。無理。無理。あ、スペース。あ、無理だね。一個しかない。了解。いいね。どんどん繋がってってますよね。あれ？なんか終盤になって噛み始めてるぞ。さあ。もしこれはゲームをやめた方がいいというお告げなのか。とりあえずそしたらさ、今度こっち戻っていって、船乗り探してた子供いたでしょ。あの人に話を聞こうとは思うんですが、一応ね、まあ神のお告げも来たことですし、今回はこのぐらい。またね、次回もやっていきたいと思います。